こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、この C74-1、まあ、ホロのジムニーですね。JH っていうのをホロのジムニーと、あとはこの C74 のジムニー、バンのジムニーですね。JH1 バン。この2車種の足回りを、フォーリンクサスペンションにコンバージョンするキット。名前がですね、ちょっと長いんですけど、C74、カッコ C74-1、ジムニー専用フォーリンクサスペンションコンバージョンキット。これのですね、紹介と組み付けの、動画になります。まず、パーツの説明の動画なのに、このジムニーなんじゃと思われた方いるかもしれないんですけど、ちょっとこれ、後で説明します。結構すごい姿になっちゃってるジムニーなんですけど、これはちょっと後で説明します。で、その前にですね、フォーリンクサスペンションにコンバージョンするとは何ぞやっていう、ところですね、ご説明させていただくと、もうこれ、組み込み済みの写真になるんですが、これは、まあ、共通です。このホロのジムニーと、バンのジムニー、共通のシャーシですね。に、もうすでに画面を見て、あーって思われた方いらっしゃると思うんですけど、まずこのコイルスプリングになってますよね。まず、まあ、標準状態ちょっと見ていただくと、まあ、この自慢の、ジムニー自慢のリーフスプリング。まあ、リーフのサスペンションですよね。これが標準状態なわけですよ。で、これに対して、このシャーシですよね。こう、コイルスプリングの、ショックアブソーバーがついてます。で、フォーリンクっていうのはここになるんですけど、これですよね。このサスアーム、このサスが動くときに、これを支えてるアームがですね、1本、ここにありますよね。で、反対側にも2本。で、ちょっと奥で見づらいかもしれないんですけど、ここ。ここにも、ん?これで見えますかね?ここにも3本、ここ4本。こう、1、2、で、3、4みたいな感じで、こう、サスを構成しているパーツ、サスアームっていうのがあるんですけど、あ、なんで前で見せたの?これ後ろの方が見やすいですね。こう見えますよね、これだと。よく見えますよね。こう1、2、で、ここ3、ここにも4。これですね、これ。こんな感じで、4本で、このアクスル、フォーシングとかいう場合もありますけど、これをですね、この車軸、ここを支えてるんですね。で、それを、このショックアブソーバーで、こう、プニュプニュと動くと。こういうのを、フォーリンクサスペンション、って言うんですけど、このジムニーのロマンあふれるリーフサスペンションをですね、ロマンは捨てて、より高い走破性能を手に入れるっていうのが、このフォーリンクサスペンションのコンバージョンキットです。これはもちろんもう賛否両論あると思うんですよ。JA11 ジムニーでしょと。じゃあ、リーフサスペンションじゃん。っていう意見というか、そういう考え方の方と、いやいやいや、実車でもゴリゴリにいじった競技用のジムニーだったら、もうフォーリンクサスで、もうこんな長いショックがついてみたいなの、あったりするじゃん、みたいな、いう方もいると思いますし、まあ、単純にジムニーなのにコイルのスプリングのサスにするなんて嫌だよっていう方もいらっしゃると思います。もちろんこれ RC カーですので、もう自由じゃないですか。なので、今回まあ、こういうパーツ、ありますよ、出ますよっていうのはご紹介させていただくんで、まあ、ご興味のある方はですね、ぜひ、見ていただいて、で、後半っていうか、まあ、動画自体はほぼほぼ、これの組み込みの紹介になりますので、お願いします。ちなみにこのフォーリンクサスですね。これを採用しているマシンっていうのは WPL ジャパンで言うと、もうジムニー以外、
基本これです。ただちょっと細かいところを言うと、前輪じゃないや、フロントだけ4リンクじゃなくて、まあ、いわば3リンク1本なくて、それをラテラルロッドって言って、ちょっと斜めの棒、つっかい棒みたいなのが入って、それで支えてるっていうやつもあるんですけども、まあ基本構造はこの4リンクサスと一緒ですね。なのでちょっとその細かいところを除くと、まあ基本的にはこの4リンクサスペンションになってるっていうのが、もうジムニー以外の、C シリーズ、あの4駆系のマシンたちですね、は全部この方式になってます。で、さっきもちょっと言ったんですけど、じゃあこの4リンク式サスペンションと、リーフ式のサスペンション、どっちが性能いいんすかってなると、もうこっちです。こっち。ただこのジムニーに関してはもうリーフサスペンションが可愛いんだとそれが好きなんだという方も多いので、僕もその一人ですけれども、その良さを味わいたいなという方はもちろんこのリーフのまま楽しんでいただければいいと思うんですけれども、まあジムニーで他の C シリーズみたいに、より高い走破性、足がよく動くみたいな、そういうものをですね、手に入れたいなという方はぜひこのコンバージョン、していただくっていうのも楽しみ方の一つかなと思います。じゃあここでちょっとこのかわいそうな姿になってしまったこのバンのジムニーですね、これ一応これですね、なんでこんなになっちゃってるかっていうのと、なぜ今回の動画これ使うのかっていうところをご説明させていただくと、これちょっと前に上げている動画で、あの台湾のイベントに行ってきましたっていうのがあったと思うんですけれども、その時に試走車、あの試しに走らせてくださいねっていうので持ってったんですよ。で、そういう試走車あるあるなんですけど、こうボロボロになっちゃうんですね。まあしょうがないですよね。小さいお子さんだったり、その台湾のイベントの時はですけど、小さいお子さんだったり、あとは初めて走らせるよっていう方が、あのもう結構高さのあるアスレチックみたいなコースで、こうガンガン走っていただいたっていうのがあったんで、まあそれでですね、こう、まあボロボロになっちゃいましたっていうマシン で、これをですね、ちょっと別の動画になりますけれども、今後の予定としてですね、今後別の動画の予定として、ここの A ピラーっていうんですけども、ピラーですね、斜めのところ、ここがですね、もう欠損してるんですよ。で、なんかもうこれ見たときに、ああ、かわいそうだなと思って、せっかくならこういうのを直す動画もちょっと やれるといいかなっていうのをその時思って、でこれ僕が塗って作ったものではないんですけれども、社内の別のスタッフが作ったものにはなるんですが、まあそのせっかく作ってくれたっていうのもありますし、これちょっとこう実写チェックにちょっと板金修理じゃないですけど、を、しようかなと思っていて、で足も壊れてたんでこれこのリーフ、まあこのリーフは正直、あそこは折れたことあるよって方もいると思うんですけど、これもですね、あの2日間のイベント後半にですね、もうぽっきり行ってました。まあそれでも頑張って走ってたんですけど、で気づいたら折れてたんですね。で、当然この足回りも修理するわけですよ。このボディせっかく直すんで足回りも直すんですけど、あだったらもうどうせこれある程度分解して足回りも直すんだったら、今回のこのコンバージョンの、作例っていうか、例としてですね、これをやっちゃえばいいんじゃないかなと思って、今回、あ、こっちも折れてるじゃん。はい。で、これ両方いっちゃってんな。はい。で、今回、これをちょっと例にですね、実際に組み付けをやってみようと思います。で、同時に、写真直るから一石二鳥みたいな、ちょっと個人的な事情です。はい、じゃあ今から、組み付けていきますが、このホロとバン、基本的にはやり方一緒です。シャーシは共通ですし、ボディの外し方も、今からこっちでやりますけど、ネジ6本外すだけなんで、そのあたりは共通になりますので、ホロにコンバージョン組み込むよっていう方も、この動画のと基本的には同じようにやっていただければ大丈夫です。はい、じゃあやっていきますか。あ、そうそう、でパーツ群はこんな感じですね。ちょっとお皿にもうこんな感じで山盛りになっちゃってるんで、商品ページのリンク概要欄に貼っておきますので、綺麗に並んでる写真は商品ページにありますので、よかったらそっちも覗いてみてください。はい、じゃあ
何はともあれ、ボディ外しからですね。ジムニーのボディは、今回のような作業の時は、もうボディをパカッと外すだけなんで、6本ですね。一番わかりやすいのはここですね。1、2、で、この奥、ここですね。この、ちょっとわかりづらいですかね。ちょっとすいません。これ、すごい映ってないっぽいですけど、ここです。奥に2個あるんですよ。ここの奥に。この、今ドライバーが刺さってる先ですね。ここと間違えないようにだけしていただければ大丈夫だと思うんで、ここの中に1、2とあります。で、お尻は見えやすいですね。ここにもあるんで、1。で、2ですね。これは外していきます。ここ1、2も外して、で、ここですね。さっきのお腹のところ2本外します。で、前、フロントの2本も外します。そうするともうこれがこう、カパカパになると思うんで、この時に、この配線ですね。走行用バッテリーの配線とヘッドライトの配線が、繋がってますので、これだけちょっと痛めてしまわないように、こう慎重にですね、こうガッてやると、ここ、最悪破損してしまう恐れがありますので、そこだけ気をつけながら作業をしてください。で、これを、あれ？あ、これ作った人誰？ここ分離しちゃったじゃん。これあまり良くないですね。こう止めてないですね。何箇所か。はい。皆さん真似しないようにこの作り方。これ本当はここ離れちゃダメですね。この時点で。どうしよう。いや、ちょっとこのままやります。このコネクターですね。まあ、こう、今ちょっ とたまたま簡単に取れちゃいましたけど、こう気をつけていただきたいのが、この線を持ってギュッてやると、これもやっぱり痛めてしまう恐れがありますので、こう、なるべく、このカプラ、白いところを持って、こう、左右に、こう、揺すってあげるみたいな、こう揺らしてあげるみたいにすると、まあ、そのうち取れますので、で、特に注意していただきたいのが、この、こっちの方が見やすいか。ここですね。これが、こう、うまく取ってあげないと、ここのカップ、こっちのカプラーの、メス側ですよね。カプラーのメス側。これがですね、一緒にくっついてきちゃうことがあるので、それだけ注意してください。ちょっとこんな風になっちゃうよっていうのを見ていただくために、ちょっと、こんなことしないでくださいね、普通は。ちょっとやるんですけど。あ、これしっかりくっついちゃってるな。ちょっと今やるんですけどって言ってやれなかったんですけど、このちょっと肌色のプラスチックがソケットみたいなのついてるじゃないですか。これがですね、こうポコって一緒に取れてきちゃう時があるんですよ。で、中にあるこの2つのピンは残るんですよ。なので、こうソケットがこうはまってたやつが、肌色のソケットだけボコって取れちゃって、ピンだけ残るみたいな。で、また戻せるんですけど、こう戻せるんですけど、ちょっと戻すの大変だったりするんで気をつけてください。あ、そうそう、これ今日試しに買ってきたんですけど、100均にこんな RC カーいじり向けのペンチがあるのか、ちょっとびっくりして買ってきちゃったんですけど、他のお買い物で行ったんですけどね、これ見かけて買ってきちゃったんですけど、これ多分結構 RC カーいじりに使いやすいペンチですね。適度に細くて、で、まあ一長一短あるんですけど、ここにギザギザ、ローレット加工って言って、ギザギザがないんですよね。滑り止め加工なしみたいな言い方するかな。ツルツルなんですよ。これ結構 RC いじりには、なんか下手に傷つけてしまったりとか、まあ、ちょっとグリップ力、こう掴む力が落ちちゃうんですけど、僕結構このローレット加工なし派なんですよね。RC カーいじり的には。で、ちょっとこれ、いくらだっけ ?300 円ぐらいだったと思うんですけど、ダイソーにこう売ってました。見た目も結構いいし。話全然それますけど。ちょっと本当に今初めて使ったぐらいなんで、今日買ってきて。耐久性だとか、ちょっと細かい使い勝手はわかんないんですけど、
これ見るからにですね、僕の経験上すごく使いやすいはず。ちょっと握った時のこのバネの反発が強すぎますけど、まあこれは好みですよね。まあ気になるようだったらあれじゃないですか、こうこのバネの反発を弱めるためにこう外せるなら外してかしめちゃってもいいと思うんです、ギュッと。ただ多分3日くらい縛って置いとけばいいんですか、このまま。マステかなんかでぐるぐるってやってこのままこう閉じたまま置いとけば弱まるかもしれない。あんま適当なことは試してないのに言っちゃいけないですね。まあでも全然使いやすいと思います。はい、しっかり話がされましたが戻ります。で、ボディはもう画面外に置きます。これはまた別の動画で直します。はい、じゃあちょっとこの一部骨折しちゃってる、写真ですね、これをもう足回りはですねごそっと外して、でこのちょっとパンツいっぱいありますけど、これを組み付けていくっていう流れになります。じゃあまずタイヤ外します。このペンチどうだ、これあ、外しやすいじゃないですか。このセンターキャップ、これ皆さんおすすめっすわ。300円でこれなら全然ありですよ。すごい。はい、じゃあもうタイヤとかはいいですよね。ちょっと動画的にはもう飛ばしちゃいますけど、タイヤ取ります。で、まあ、一旦ちょっと、ここまでにしますね、シャーシ側。下準備があるので、ショックアブソーバーとかを組み立てないといけないので、そっち一通り準備して、で、一気にこう、そっちを一通り準備して、で、その後に、この辺全部バラして、一気に組み付けていくみたいな流れにしましょうか。はい、じゃあまずパーツいっぱい入ってると思うんですけど、これショックのケースですね。なんかこういうやつ、これにこれです。これをプシュッと刺すんですよ。ちょっとこの穴、この先端の穴にこれうまく来ないと入んないですけど、ちょっとこれは頑張るしかないかな。ちょっときつめなんで、ここはスカスカなんですけど、この先っぽにギザギザがあるんですよ。ちょっとここだけグッと押さないと入らないんで、ちょっとそれを分かった上でやれば多分大丈夫。この状態にしてください。で、これですね。これが、ロッドエンド。このロッドの最後につけるやつ。これを先につけて、これをはめてもいいですし、先につけちゃってもいいかな。これが、こうですよね。で、こうですね。ちょっとある程度入れとけばいいと思う。これぐらい。一旦これぐらいで。で、さっき入れたこのロッドのてっぺん、プラスネジ。プラスドライバーがはまるようになってますので、これですね。これで、いつものこの1っていうサイズのやつ。これで、しっかりはまるんで、で、ねじ込むと。こんな感じ。で、このねじ込むときに、ねじ込みすぎに注意してください。一応目安としては、ちょうど先っぽにあったこのネジ山、このネジ山が隠れるか隠れないかぐらいまでです。完全に隠れるのちょっと危ないので、隠れるか隠れないかぐらいまでこうねじ込んでください。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、こんな感じ。ほんのちょこっとねじ切ってあるところが見えてると思うんですけど。これぐらいがちょうどいいです。あ、そうそう。さっきこれ先につけましたけど、後からつける人は若干きついと思うんですよ、ここは。だけど、ちょっとグッてやれば入るんで、それでつけてください。ここ。
で今回はもうここつけてから作業しましたので、先に進みますね。でこの状態で、この状態でバネ入れます。バネ入れて、でこれなんか目の検査のマークみたいなやつ、これをですねバネ縮めて、でロッド伸ばしてこの状態にしてやってから、この向きです。この向きで入れる。この向きっていうのはちょっとこうパチンっていう感じではまるんで、こういう感じで、でこうしたいんですよ。もうほぼ完成しますよね。さっき言った向きっていうのは多分よく見ていただくとわかると思うんですけど、こっち側こうなってますよね。で反対側ひっくり返すとこうなってますよね。でこっちがバネを受ける形状になってるんですよ。だからこっち側がバネ側で、もう一回ひっくり返します。このちょっとこう横から見るとこのこっち側、こっち側がロッドエンド、これですね。これがここにスポッと収まる形状になってるんですよ。こうこんな感じで、こんな感じで収まるようになってるんで、ちょっとこれ、ここはよく見ながら、向きはこうです。この向きになるように取り付けてください。あとはこれですね。これをこれもよく見るとここに爪がありますよね。こうこんな感じで、こんな感じでっていう今の手の方が分かりづらいっていう見せるだけでいいのに、これなんか爪がありますよね。てっぺんに左右に向いて、でこの爪がこのパーツのこう穴開いてるじゃないですか。ここにこっちとこの反対側にもここに入ればいいんですよ。なのでちょっとその位置だけ考えながら、これをですね、爪がさっきの穴に入る向きでこう入れてやって、であんまりパチンって言わないんですけど、パツッみたいな感じではまるんで、一応こう取れないかだけ確認して、こうこっちの下のケース持って、で上の今つけたパーツ持ってグッグッてやって、今の爪が取れないかだけちょっと確認していただいて、一応これで完成。あ、この時にすいません、今塗らなかったんですけど、おすすめ、もうめちゃめちゃおすすめなのがグリスアップ。この中をグリスアップしてください。これ今取ろうと思ったけど、一回つけちゃうと取るの若干大変ですね。このペンチめちゃめちゃいいな。今見ました？結構簡単に外せましたよ。ちょっと見ました？ここにこれこう入れて、ちょっとキュッて爪が中に入る方向にキュッてやっただけで、見ました？これ。はい。で、ここの中、中を見ると、この、中に入れたロッドが中でこう動いてるじゃないですか。で、壁にここのネジの端っこですね。このケースの中の壁、壁面っていうか、壁に、ここが擦れてるんで、そこにグリスを塗ってあげるんですよ。もちろん、うちでおすすめするのは、うちのグリスになっちゃうんですけど、まあここ金属と樹脂なんで擦れ合ってるのはどれでもいいですどれでもいいです。まあ僕だったらこれ塗っちゃいますけど、これないよっていう方はどっちでもいいですが、どっちがいいのって言うと、こっちかな。おすすめ順で言うと、いやもう全然差はないって言っていいぐらいですけど、おすすめ順で言うとこれ9022で、次が7018で、次が5018、この順ですが、正直
ここはどれでも大丈夫。どれでも大丈夫で、このグリースタイプじゃなくて、ペースト状のこういうやつじゃなくて、このオイルタイプしかないですよっていう方は全然これでも OK。 ただできればちょっとここはこの汁よりもペースト状がいいですね。汁は結構飛んでなくなってしまいやすいんで、まあ いいかこれでも。あのこういうこれはこの辺は塗ったらなかなか消えないんですよ。なかなかなくならないんですけど、これ塗った後にしばらくって言っても結構長時間ですけど、たくさん走らせてるとグリス切れ起こしちゃうんで、その時はバラすのちょっと大変なんで、ここから刺しちゃえばいいか、ピッて。それでも全然大丈夫。でも中の壁面に刺せないんで、ちょっとそれが、良くないかなと思いますので、こんなところですごい話長くなっちゃってますけど、まあ、理想はグリス。あ、もちろん、うちのじゃなくていいですよ。あのペースト状のグリスで、樹脂を犯しませんっていう、プラスチックに使っても大丈夫ですってやつだったら、まあまあ塗らないよりは何でもいいです。塗らないよりは何でも塗ってあった方がいいです。でこれね、こういう時に綿棒を使うと怒られちゃう、怒っちゃう人いるんですけど、怒らないでください。綿棒で塗ります。こんな感じで、なんか薄くでいいですよ。なんで綿棒怒るんですかって疑問に思った方もいると思うんですけど、綿棒って厳密に言うとあの繊維っていうか、なんかあるじゃないですか。あ、もう今ちょっと毛羽立ってますね。これ毛羽がこう中に入っちゃうじゃないかと、でスムースな動きをスポイルしてしまうじゃないかという考え方もあるし、このグリスの中に綿棒突っ込んだじゃないですか。この毛羽がグリースの中に入ってしまうじゃないかっていう、ごもっともです。もっともなんですけど、まあ正直僕はこの WPL これぐらいの RC カーはですね、そんなに気を使わずに気軽に楽しめばいいんじゃないかなと思ってますので、気になる方はあの爪楊枝とか、毛羽の出ない爪楊枝とか、あとは金属、まあ、金属だと今度内壁に傷がつくじゃないかと怒られちゃうこともあるんですけど、細いマイナスドライバーみたいなやつで中にピッて塗って、でまあ綿棒は塗り広げやすいんでいいんですけど、マイナスドライバーとか爪楊枝みたいなちょっと塗り広げるのが大変なんで、その場合はまあ中にちょんって塗って、もうこうやって動かして、あ、スムーズになったわっていう感じだったら、まあそれで僕はいいと思います。もちろんこだわってしっかり作るよって方はもうそのようにしていただければいいと思うんですけど、特に初心者の方、この動画見ていただいている方はそんな細かいことは気にせずに、だってもう十分スムーズに動いてるし、これどうせ外で走らせたらこう砂砂利噛むじゃないですか。もうそんないいんですよ。はい。で、これで1本完成。で、あとはこの作業を3回やれば4本完成しますので、動画の方はちょっと飛ばしちゃいますね。頑張って4本作ってください。いやでもこれほんとちょっとこの入れるとこ難しいな。こう、やっぱこう、この穴ですね。この穴から見ながら、ちょっと向こう側でこうシャフトをうまく操作して、で、こうよく見て、ど真ん中、シャフトがこの穴に、ここならはまるっていうところ、こうですよね。今、シャフトがキラキラ見えてると思うんですよ。この状態になったら、グッと押してあげる。そうすると、ちょっと最初、圧入する感じのニュッって感じがしますけど、で、グッと押してあげれば、こう来ますので、ちょっとここだけ、ちょっと難しいかもしれないですけど、頑張ってください。はい、じゃあ4本作りましょう。あ、ちょっとなんか今4本作りましょう、ちょっとまた実際作ってみて、あ、これ難しそうだなって、もう一箇所ありましたね。これこのロッドをロッドエンドにねじ込むところ、ここちょっとなかなか最初ネジが切られてないんですよね、このロッドエンドの穴の中に。で最初ちょっと入りづらいと思うんですけど、こうドライバーでこうしっかり当てて、ただ強く押しすぎるとこのロッド長いんで、なんかへにゃっとかくにゃっとかなっちゃう可能性は高いんですけど、ちょっとしっかりお互い支えながら根気よくこうくる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 回してると、いずれこのネジ入っていきますので、ちょっとそこ根気よくこう回してください。こうくる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 こう回していれば、そのうち全然入らなかったのがそのうちぐにゅーって入ってくるんで、
で、入り始めたら、まあ、ちょっとこれも繰り返しですけど、ネジ山がちょうど見えなくなって、ここにどんどんネジ山が入っていくじゃないですか。ちょっと一回戻しますね、こう。このネジ山が、最初こう、見えてますよね。見えてます。ちょっとこれ、あんまり映ってないかもしれないですけど、こう。これねじ込んでいくと、ネジ山が消えていきますよね。このロッドエンドの中に、ネジ山が消えていく。で、ちょうど消えていって、見えるか見えないかぐらいまでいったらストップです。この感じ。はい。じゃあ、今度こそ4本作りましょう。ほんとすいません。今度こそ4本作りましょうって言ったのに、また、カメラ止めて作業してたら、あ、これもちょっと言っとかなきゃっていうのが もう一個ありました。ここのねじ込み。ここにこう、ネジ山があるんで、ここにこのダイヤル、これねじ込みますよね。このねじ込むときに、斜めにこうねじ込んじゃうと、ねじ山壊れちゃって痛めちゃう可能性があるなと思ったんで、ちょっとまた説明して、補足説明してるんですけど、うまくはまりそうもないなっていうときは、これ他のネジのときも、よく他の動画で、他のネジのときも、よく言ってるやつなんですけど、ここも一緒で、ですね、一回ちょっとこう、押し込みながら、締め込むなら、時計回しじゃないですか。なんですけど、一回逆回転させてみてください。ちょっとこう、押し付けながら、こう、ぐーっと押しながら、逆回転。そうすると、カツってなるとこあるんですよ。カツって。これ、ネジ山の終わりのところに、ネジ山がこう、ぐーっと来て、カツンってなるみたいな。そこが入るとこなんで、こう逆回しして、カツっていうか、コツみたいな感覚があったら、そこから入れるとすぐスムーズに入るんで、ちょっとこれも一個コツかなと思ったんで、ちょっと紹介しました。はい、じゃあ、今度の今度こそ、4本このまま作ってください。はい、じゃあ、こんな感じですね。ショックアブソーバー4つできましたと。で、このショックアブソーバーの準備が終わったらですね、今度は、さっき言ってた、これですね、組み込んでいくシャーシ。これをですね、もう、ほぼほぼ、もう、バラバラにするような流れになるんですけども、まず目的としては、もうこの、足回りが変わりますので、当然このアクセル、これ外しますよね。で、ここだけで済めばいいんですけれども、このササーム、これを取り付ける際にですね、ここ、ピロボールっていう、弾にパツンとこれをはめるような形になるんですが、そのピロボールをですね、結構いろんな場所に、あ、こっちの組み込み済みで見た方が早いですね。例えば、このアーム、これ、こっちもパツンって玉にはまってますし、こっちもそうなんですよね。ここ内側なんですけど、ここにはまってるんですよ。で、これがここの裏側、ここの裏側にもついてるし、ここもそうですね。で、これが、玉は裏側から当てるようにして、で、こっちからネジで、こう、止めるんですよ。っていうことは、まあ、この一通りの作業をするために、基本的には、もうほぼ全バラにした方が、手間はかかるんですけど、まあ、確実に作業ができるかなと。で、こなれてる方で、いや、そんなにバラさなくてもいけるよっていう方もいると思うので、まあ、動画は動画で、この動画で参考にしていただきつつ、そこバラさなくてもいけますっていう方は、ご自身の判断で、バラバラにしなくても、できるかなとは思いますので、そのようにしていただければと思います。ただ、今回この動画では、もう基本的には、正しいやり方っていうと変ですけど、真面目に、バラバラにして、確実に組み立てていくっていうやり方で、進めていきたいなと思います。じゃあ、比較的簡単なリアからいきますか。リアの、ここですね。このピボット。ここですね。ここの板バネを止めているネジ。これを
外す。で、こっちも外す。そうすると、ここがペロッとめくれますよね。こんな感じで。あ、そうそう。ここでちょっと大事なことがあって、これ、外す前にですね、アクセルの向きだけ確認しておいてください。これ、車体によって、今これ、ここの丸い部分。これが、車体によって違うんですけど、この車体の場合は今、右側に寄ってますよね。中心がこの辺だとしたら、ちょっと右側に寄ってますよね、この玉が。で、これが左側に寄ってる場合もあります。で、これはそのご自身がこれから組み立てる車体の向きを覚えておいて、これは右寄りだなと。で、組み立てる時もまた右寄り、この向きで組み付けます。で、フロントも一緒です。これフロント見ると左寄ってよりですよね、この玉が。このデフハウジングとか言うんですけど、このアクセルのこの丸い大きい玉、ここが左に寄ってます。だから組み付けるときも左に寄った状態、この向きで組み付けるっていうのを、車体ごとに、これ違ったりしますので、この取り付けてるギアボックスとかにもよって変わってきたりしますので、そこだけ覚えておいて、元通りの向きで組み直すというのだけ把握しておいてください。はい、じゃあ続きいきます。これペロッとめくれました。で、今度ここを外していきます。このシャックルっていうんですけど、このシャックルのこっち側、車体側の方の2本ついてますけど、こっち側を外します。で、ここなんですけど、正直ここですね、外すのが結構大変な場合があります。ちょっとこれ個体差があったりするんですけど、ちょっとやってみましょうか。こういった、これ今回 1.5 のヘックスですね。あの六角、こういう六角を、この、シャックルを止めてる、このシャフトですね。このシャフトにこう当てて、こうグーッと押すと、こううまく出てくることが多いんですけど、たまにこうめちゃくちゃ噛んじゃって、圧入してあるんですけどね、これ。これ結構きついタイプだ、これ。こう、ぐーっと押すと、こう、外れるやつと、結構全然こう、外れないよ、みたいなやつがあって、で、これ結構怪我にもつながるんで、他の動画でもちょっと結構お伝えしてるんですけど、こう、すっぽ抜けてガシって。その先に、もうこう、手でもあったもんなら、怖いじゃないですか。こう、ぐーって力入れて、ここ、外れないって言ってグーって力入れてすっぽ抜けて、その先に指とかあったら結構大きい怪我しちゃう可能性もあるので、ここはですね、僕ちょっとおすすめしたいのは、もうニッパーで切っちゃってほしいです。じゃあ再利用できないじゃんっていうのがあると思うんですけれども、ちょっとそこはですね、まあ基本フォーリンクサス入れたら戻さないっていう人が多いとは思うんですけど、戻す場合はこれ予備パーツがあるので、まあ、それをちょっとご用意いただいて、このシャックルですね。これはもう壊しちゃって、で、付け直すときはもう新品にしちゃうと。このシャックルの部分。まあ、ちょっとそういうような考え方でやっていただければなと思います。これ、はい、今回もう全然相当きついんで、ここ外そうと思うと、結構工夫して、苦労して外すような形になるかなっていう感じです。じゃあここどうやって壊すかっていうと、ニッパーですね。これ見せていいかわかんないけど、見せちゃいますけどこんなものを今ちょっと検討してます。はい、このニッパーをニッパーを例えばここ壊すなら、この辺に刃を入れて、この辺ですね。なんて言えばいいのかな。この、こっちの軸とこっちの軸があるじゃないですか。で、この軸のスレスレぐらいに刃を入れます。そうすると、まあ、簡単に壊せるので、ただ、当然、ニッパーの刃を、この軸、シャフトが入ってるんですよね。金属のシャフトが入ってますので、ここに刃を当ててしまうと、ニッパーを痛めてしまうので、ちょっとそこは注意しながら、こうなるべくギリギリのところに入れると。
画面で見せながらやるの難しいんですけど、こんな感じですね。この辺。で、グッ。こう切っちゃいますよね。で、こっちも一緒。こっちもこの辺に刃を入れて、ピントが合わないですね。ピントが合わない。ちょっとこっちでやります。こっちピント合ってるんで。ここっていうよりは、ちょっとかぶせて、この辺がいいですよね。この辺。ただ、シャフトまではいかないぐらい。要は、シャフトギリギリに近づけた状態で刃を入れて、こう切る。で、こっちも切る。で、こっちも切っちゃいますね。こっちも切る。そうすると、またこれが活躍するな。100均の、まあ、100円じゃないですけど、100均の300円ペンチ。はい、これで壊せました。で、あとはもう簡単にこんな感じで取れますので、で、こっちも、もうこっちは勝手に壊れてましたね。こんな感じで。これがこう圧入されてるんですけど、取れないんですよね。これはちょっと本家 WPL さんにもうちょっとメンテしやすくしてくださいって改良を求めたいところなんですが、すいません。今のところはこんな感じです。はい。これでリア外せましたね。で、このままちょっとリアさらに分解だけしておきましょうか。はい。右寄りですね。これちょっと忘れないように自分の車体がどっち向きか後ろから見た時に弾が右寄り、これ覚えて、で、まあ、ここですね。ここ。ネジ4つ。ついてますので、これを外してください。ここ外して、こっちも外して、ここ結構、ネジきついですけど、頑張って外していただいて、はい。この状態ですね。綺麗さっぱり。アクセルとプロペラシャフトだけ。この状態にしておきます。で、今度フロント。フロントも、まあ、一緒ですね。この、ピボット側、このネジですね。板バネを止めてるネジを外して、ちょっと折れちゃってるところですけど、外して、で、反対側、ここですね。ここも外して、この時に重要なのが、この板バネ。今までご苦労様でしたと。お疲れ様でしたっていう感謝の気持ちを込めながら外してください。はい。これでこうペロンといきますね。この時にこれがちょっと引っかかりがある場合があると思うんですけど、まあその場合はちょっとこっちで引っかか、どこか引っかかってると思うので、ちょっとそこを見ながらですね。こうペロンとやって、まあちょっと取り付け大変だなと思ったら外しちゃった方がいいかもしれないですね。でこれも向きがあるので、これ絶対間違えてこう戻す時ですね、絶対間違えないようにしていただきたいんですけど、こう見た時に茶色が一番右です。このコネクタ茶色のリード線、茶色いコードが刺さってる部分が右側になるっていう向きですね。でこれもグッと一気に抜かないようにちょっとこう揺らしながら引き抜いてください。こんな感じですね。これ外しちゃった方がこの後の作業も楽だと思います。で、ここちょっと向き気をつけながらうまく通るようにしてあげながら、ここですね、ここからこう引き抜いて、そうするとこうフリーになるので、これで作業していきましょう。で、ここももう壊しちゃいますね。さっきと一緒。リアと一緒です。こんな感じで、こう切っちゃう。切っちゃう。で、もう壊しちゃいます。で、フロントちょっとリアよりも複雑なんですけど、一応、ここ外すっていうのは一緒ですね。ここの1、2で反対側の3、4。4本外します。はい。こんな感じで4箇所外すとですね、これがごそっと外れます。で、このままフロントはですね、こう、多分、
見る人が見れば、あ、こういう時のために使おうと思ってたんでしょっていうのが、ここに玉が2つついてますよね。これはもうここにピロボールついてますので、このまま、ネジをですね、今外したやつはちょっと長すぎるので、このキットに付属していた方のこのネジ、一応サイズで言うと10ミリか。10ミリのこの先っぽだけネジが切ってあるやつ。このネジを使ってリーフ、板バネを外した状態のここにそのままこれを入れてまた止めちゃいます。で、この時に、まあ大体こういう構造のものはそうしていただくのがいいんですけど、全部一旦仮止めですね。いきなり一箇所だけキュンキュンに締めるんじゃなくて、優しく締め込んでおいて、まあ、締め込むっていうか、もう仮止めですね。締め込むまでいかないぐらい。優しく、ここから締まるな、みたいな。その手前ぐらいまでですね。こう、ねじ込んでおいてもらって、で、これ4本目なんで、これはもう締め込んじゃいます。この4本目、今4本目を、こう、入れていって、で、ちょっと強めに。いきなり、これもやっぱりキュンキュンにするんじゃなくて、まあ、で、本当はこう、星マークみたいに、ここ行ったらハス向かい、で、こっち行って今度ハス向かいみたいなのがいいんですけど、まあ、これ樹脂なんで、隣同士でこうやっていっちゃいますけど。はい。こんな感じで。で、全体をある程度、まあこれ、樹脂なんでね、そんな、ギュンギュンに締めると、ネジ山壊れちゃうんで、ほどほどですよ。そもそも、ほどほどにしか締めないんですけど、こんな感じで、全部順番に締めると。はい。これで、フロントも、アクセルは準備、完了かな？完了です。で、今度さっき、リアですね。さっきこの状態にしてあったリア。これもちょっと組んじゃいますね。で、この時必要になるのが、こっち玉がないですよね。ピロボールさんが。で、それを追加するためのパーツがキットの中に入ってます。これです。アクセルトラス。これが入ってますので、これをですね、これ、右寄りだったじゃないですか。で、この向きで、そこに、あ、パーツが残ってた。はい、このすっきり全部取った状態で。すいません、これ今、ちょっと急に差し込んでる動画なんですけど、後から撮った動画を今ここに差し込んでます。で、今多分これつけようとしてたと思うんですけど、実は実際の作業で僕これ間違えて取り付けちゃって、このパーツをここに取り付けてから、ここに取り付けてから、ここにネジを止めてからアクセルトラスをつけてください。ちょっとこれはさすがに差し込んでおかないと、後から言われても、このネジ4つ、あんたこのネジ4つ止めちゃったよってちょっとなっちゃうんで、ちょっとこれ動画の途中で急に差し込んでますけど、一回取りますね。今、多分これ取り付ける前に差し込ませていただいてるはずなんですけど、編集で。ちょっと一回取ります。今、この状態のはずですよね。ここに、確か、このさっぱりした状態でこれをつけましょうとかいうところだったと思うんですけど、このまま取り付けずに、これ、このパーツをここにこの向きで一旦はめてください。ギュッと。この向き。ボール、ボール、ボール、ボールみたいな。この向きで取り付けて、で、ここをナンバー1のネジ。一番よく使う。ネジですね。これ、このネジを、下から入れて止めます。そうすると、こうなりますよね。
この状態ですね。この状態で、で、この玉の位置、今回のこの車体は右寄りだったんで、右寄りで取り付けると。で、プロペラシャフトが出てる方に、このピロボールたちがこっち側に来る。この向きですね。プロペラシャフト、ピロボールが同じシャフト側。この位置で、で、キットに付属している短いこのネジですね。10ミリのネジ。これを4つ使って取り付けます。はい。で、こういう場合は、一箇所だけキュンキュンに締める、先に締めるんじゃなくて、最初全部仮止めしておいてから、で、まあ、本締めって言っても、全部樹脂パーツなんで、ほどほどにですよ。ほどほどに4箇所しっかりと締めて、これで完成です。この状態ですね。はい。これで一旦置いといてください。これで、ここに、これがこう、パチンって入れれるようになるわけですよ。こういうふうに。こういうふうに。はい。じゃあ、これで、足側、このアクセル側は準備ができましたので、ここからがちょっと大変なんですけど、シャーシ側ですね。シャーシ側に、これをつけていくんですよ。ピロボールたち。8箇所かな ?8 箇所につけていきます。で、そのために、あ、そうそう、あと、シャーシ側にですね、これ、ショックアブソーバーのマウント、上側のパツって止めるところ、ここですね、この部分。この部分も4箇所つけていく必要がありますので、もう、シャーシを、やっぱり、こう左右にフレームが、走ってるじゃないですか。これをもうパカンってやっちゃうのが早いですよね。なのでちょっと大変なんですけど、もう、横から見たらこのネジもう全部取りましょう。 1,2,3,4,5,6 で、ここだけちょっと他と違うネジなんで、そこだけちょっと意識しながら外していきましょう。外す。ちょっときついんですけど、頑張って。外す。あ、で、ここも人によって場所変えてる場合もあるかなと思うので、基本真ん中真ん中ですけどね。真ん中真ん中で上の高さが合ってる状態。これが基本位置ですけど、変えてる場合はそれもちょっと覚えておいてくださいね。まあ、変えてるような人は分かってると思いますけど、はい。で、このプレート、これ外しますね。で、ここ。これはリアのデッキを止めてるネジですね。なので、まあ、これで本当に全部、フロントのデッキ、ミッション。で、リアのデッキ。これ止めてるネジ、全部外しますと。そうすると、今回の場合、今、左半身ですね。左側全部外したんですけど、フレームがこう取れてくると思うんですよ。ちょっとこの辺、はまっちゃってるんですけど、ちょっと力入れれば、パカンと外れると思いますので。で、もう、左側が外れましたという状態になってます。で、どうしようかな。順番に行きますか。多分一旦こっち完成させて取り付けて、今度こっちやるみたいな方があまりにもバラバラになりすぎずに済むと思いますので、ちょっと一旦こっち側行きましょう。今ここについてましたね。で、外しました。で、ピロボールたちは内側につけていきます。なので、こっち側ですね。で、つけるところ、こんな感じに穴がですね、まん丸じゃなくて、こっちの方が見やすいか。一箇所切り欠きが入ってるんですよ。こうまん丸の穴じゃなくて、まん丸に飛び出てる場所があるみたいな形になってるんですね。これ今上が飛び出てますよね。で、
ピロボールの方よく見ていただくと、そこにはまるような形になってるんですよ。こっち側も。で、内側からなんで、こうはめてもらって、今ちょっと一箇所だけはめちゃいましたけど、切り欠きが入ってる丸穴っていうのが、1、2、3、4箇所ありますよね、フレームに。この4箇所全部にピロボールを取り付けていきます。で、今1箇所すでにはめちゃいましたけど、はめて、で、後ろ側から、一番よく使うナンバー1っていうネジ。これですね。これがキットの中にたくさん入ってると思いますので、これを使って取り付けていきます。こういうことですね。こういうことですね。これで、見にくい。こういうことですね。で、このまま締め込んでいきますが、こっちがしっかり押さえてないと、ポコって外れちゃうんで、締め付けるとき、ある程度しっかり押さえながら、ただこういうシーンで危ないのが、すっぽ抜けてズボっていうのが怖いので、それだけ気をつけながら、ちょっと怖い場合はこう置いてもいいかもしれません。こう置いて、フレーム曲げない程度にちょっとこう押さえつけながら、地面っていうかテーブルか。地面でやってる人もいるか。ウッド社長とか、地面で作業してそうですけど、ね、テーブルにこう押さえつけながら、締め付けていく。で、当然、丸い穴に切り欠きが入ってて、そこにポッチがはまってるんで、こう空回りするようなことはないと思うんですけど、しっかりはめていれば。これで、ある程度、しっかり締め付けて、ただ、こっちのピロボール、やっぱり樹脂製なので、オラーってやると、ムニューってこっちのネジ山が壊れてしまいますので、それは注意しながらやってください。まあ、これもね、ウッド社長やりがちなんですけど、バカ力で回さないように気をつけてください。で、この時に、一旦ちょっと見ていただいた方がいいんじゃないかなっていうのが、こう、当てがってみて元通りに、こう、シャーシに一回フレームを戻してみて、ピロボールがちゃんと内側向いてるかっていうのは確認してください。四つ全部つけて、うわ、反対だったわっていうのちょっと、面倒なんで、一個つけて、この向きで大丈夫かなっていうのを確認して、で、この切り欠きなる残りの三箇所、1、2、3。ここに同じようにピロボールを取り付けます。いや、でも、最近ね、あれなんですよ。他の動画でも、これもやっぱり他の動画でもちょこちょこ言ってるんですけど、ウッド社長が成長してきちゃったんですよね。本当に、2年前とか、その頃は、ど素人もいいところで、期待した通りというか、期待以上の失敗をちゃんとしてくれて、やっぱりそれが初心者の方の結構ある程度参考にもなったと思うんですよね。こう、ウッド社長が、こんなことしちゃってみたいなことをちゃんとやってくれるから、結構参考になるじゃないですか。そういうのが。失敗例として。もう最近なんか、ダメなんですよね。こなれてきちゃって。なんか、うまくいっちゃうみたいな。どう思います?皆さん。なんか、永遠のど素人で、永遠のど素人でいてほしいですよね。どうすればいいんだ?なんか、記憶消す装置とかあればいいんだけどな。なんか、今日学んだこと、次の日全部忘れてるみたいな。そしたら、面白いんですけどね。何年経ってもちゃんと失敗してくれるみたいな。で、皆さんの参考になるみたいな。はい、こんな感じ。4箇所取り付けましたと。で、さらにですね、ここで取り付けていきたいのが、これ。こんなやつが入ってたと思うので、これをですね、フロントだとこうなります。まあ、リアも一緒ですけど、リアは、ちょっと待ってくださいね。これ外れちゃう。ちょっと、こうか。こんな感じになります。で、この時にちょっと確認していただきたいのが、やっぱりこれもちょっと当てがってみて、このシャーシに。
あ、間違ってましたね。こうやってやると、今リアが2箇所取り付ける場所あるんですけど、こっちですね。後ろ側。今、先にこっちにつけてたんですけど、こっちでした。これで、位置合ってるかなっていうのを確認してください。これでちゃんと、このデッキに空いてるここの隙間、ここの隙間に今、ちゃんとはまりましたね。ちょっとこの辺、フィッティングを見ながら、ここで合ってるかなっていうのを確認しながら取り付けていきます。で、ここもナンバー1のネジ。これ、キットに大量に入ってますので、一番普通のネジですね。これを使って、フロントは間違いようがないんで、ちょっとリアから取り付けていきますか。こうリア取り付けて、この状態ですね。この状態で取り付けます。はい。こんな感じですね。だんだんっぽくなってきましたね。フォーリンクサスの車って感じになってきましたね。で、これで左側は完成なのでシャーシに戻していくんですけど、ちょっとこの辺きついと思うんですよね。はい、すいません。また未来からタイムスリップしてきました。ちょっと字幕でも出てたと思うんですけど、手順間違えちゃって戻ってきました。あのですね、この時点で、このままこれ組み付けて進んでいっちゃったんですけど、これをつけてほしいです。サスアーム。もうこの時点でつけておかないと、ギアボックスが邪魔して、後から取り付けができなくなってしまうので、この時点でつけてほしいんですけど、このサスアームがですね、2種類あります。こんな感じで、一つは、この穴が、ポツ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 ってこう穴が開いてるやつ。もう一つは、穴が開いてないタイプ。こっちが、アッパーアームで、この穴がポツポツポツって開いてる方が、ロアアームっていう風になるんですけど、これがそれぞれ4本ずつ入ってると思います。で、まずですね、アッパーアームからいきましょうか。この、穴が開いてない方。で、これちょっと向きがありまして、ここを見ていただくと、まっすぐ来て曲がってますよね。で、このまっすぐの部分が長めになっている方と、まっすぐの部分が短めになっている方があります。で、このまっすぐの部分が長めになっている方が、まあ、ギアボックスを避けるために長めになってるんですけれども、これがギアボックス側。で、裏返しのこう向きはないので、とにかくこの、まっすぐの部分が長い方、まっすぐの部分が短い方、これだけ気をつけて、これを、アッパーアームになりますので、こう、フレームをこう見たときに、ここか、ここにつけるんですよね。で、アッパーなんで上、こっちです。こっちにつけていきます。こっちはまあ後からでもつけれるんですけど、こっちが後からつけれないんですよね。こっち側が。モーターが邪魔しちゃって。で、まあ一応両方つけてしまいましょうか。この時点で。じゃあ、アッパーアーム。これのまっすぐの部分が長い方をここに取り付けます。ここ。アッパーなんで上ですね。で、今度、ロアアーム。あ、ごめんなさい。先にアッパーアーム。こっちもつけちゃいましょう。まっすぐの部分が長い方。これを、ここに取り付けます。こうですね。で、こっちから見た時の曲がり具合は、こうなります。シャーシの内側に向かって、こうなってるっていう。この向きですね。なので、目印としてはこれか。このピロボール。このショックアブソーバーのマウントがこっちに向いてたら、こっち側にこうなってる。で、ロアアーム。これですね。これは、ちょっとつけちゃった方がわかりやすいかもしれない。
けちゃいます。ここにこの状態で取り付けてください。なんかこの膨らんでるところ、ここですね、この膨らみがこの位置で、これはこうなります。なんていうのかな、外に出る感じ。ちょっとこっちも一旦取り付けちゃいますね。こちら側はこうです。まずちょっと一回しっかり見ましょうか。横から見た時、ロアアームはこの向きですね。で、アッパーアームは特に横から見た時の違いはないです。ロアアームはこの膨らんでるところがここに来てますね。この状態で、こうした時に、まずロアアームはこうした時にシャーシの外に開くようになってます。こういう風に。で、ロアアームはシャーシの内側に向かってます。こんな感じで、実際にちょっとシャーシに取り付けてみましょうか。取り付けた状態で見ていただいた方が分かりやすいかもしれないんで。で、まあ、元に戻すだけなんですけど、このあたりは。これをちょっとこう、下に下ろしとく感じです。下に下ろしとく感じで、で、ちょっと取り付けていきます。この時、これが上に飛び出てないように気をつけてください。下に下ろした状態。で、この辺はもう、元に戻すだけっていう感じなんですけど、横についてたネジたちを全部元に戻していきます。基本全部ナンバー1のネジ、一番普通の一番よく使うちっちゃめのネジなんですけど、ここだけですね。ここだけ頭が大きくて長さもちょっと長めのネジでしたよね。これですね。このネジ、ちょっと頭がでかいやつ、これをここに戻していきます。で、もちろんこのあたりの作業はミッション変わってますよっていう方は、そのミッションに合わせて、ちょっと適切な形で取り付けをしていただきたいんですけど、ノーマルミッションの方はこの感じで取り付けてください。まあ、ミッション変わっててもこの辺のパーツの取り付けは一緒ですよね。この辺はで、今回ちょっと中古車だったんで、ここがなんか欠品してましたけど、ここあれですよね、ナンバー1のネジ本来止まってますよね。ちょっと組み直しの時点ではせっかくなんでちゃんと全部つけましょうか。ここで、ここも取り付けて、ここも取り付けると。これで外すとき、これが中古車だった関係で6個でしたけど、7個か、1,2,3,4,5,6,7 ですね。このネジを取り付けて、で、この状態、これで片側完成で、反対側も同じ作業になりますね。ちょっと動画めっちゃ長くなっちゃってるんで、やっぱり飛ばしちゃいましょうか。こっちの作業と反対が本当に一緒ですね。フレーム外して、横のネジ全部外して、フレーム外して、で、ピロボール、マウントつける、で、今の作業と同じ、まあ、反対側見れば左右対称につければいいんで大丈夫だと思います。このロアアーム、アッパーアーム、それぞれ合計4本取り付けて、で、また元に戻すという形になります。じゃあちょっとそこは飛ばしちゃいますね。あ、そうそう、ちなみにこれ完成した後もう一回言うと思うんですけど、ここはもうこのままこのマシンは一生フォーリンクサスでいきますっていう場合はカットしちゃって大丈夫です。多分カットする人は今言っといた方がいいと思うんで、一応ちょっと言っとくんですけど、この時点でカットしましょう。なぜかっていうと干渉しちゃうんですよね。こう
フォーリンクサスでめっちゃ足動くようになるのに、ここ干渉しちゃうんですよ。これがこんな感じで、ここ当たってますよね。これが4箇所全部当たるんで、もう一生フォーリンクでいきますっていう方は、ここカットした方がより足が動くようになりますので、カットしちゃってください。まあ位置は分かりますよね。もう単純にこのボコってついてるやつ、これがこれを取ることができればいいので、ちょっと様子見ながらカットしていただければと思うんですけど、これカットしますか？その方が参考になりますよね。カットします。カットしないでおこうと思ったんですけど、カットします。ニッパーがある方はもうここ切っちゃえばいいんじゃないですか。こうやってこんな感じでこう切り飛ばしちゃう。結構適当で大丈夫だと思います。ここ邪魔なものを切り落とすだけなんで、その精度云々っていうのはまあ基本的に関係ありませんので、今これざっくり切り落としてこんな感じで、ここからまあどこまで綺麗に切るかみたいのは人によると思うので、ちょっと作業しやすいように一回外しますね。リアのデッキ、まずこれリアのデッキ外して、まあこれフレームがこうだからこうついてるわけですよ。でできればここのラインで切り落としたいんで、まあ、ニッパーを駆使して切る場合は、今みたいに一回切った後ここ横から刃を入れてパツンと飛ぶんで、あの目とか注意してくださいね。ここから刃を入れて、でここ切ってこの辺切って、でまだここにポッチがあると思うんで、このポッチここ切る。これでだいぶすっきりすると思います。そうですね、こんな感じ。これでもうだいぶすっきりすると思うんですけど、道具ある方はまあこう綺麗に整えてあげてもいいんじゃないかなと思います。まあこういうタイミングでやっぱり宣伝したくなるんですけど、こういう、ルーター、デューロルーターみたいなのが、たまたまお家にあるよっていう方はこういうのを使ってですね、まああると便利ですよ。でも本当にこういう時にこれで、こんな感じで簡単に綺麗にできますので、これでいいんじゃないですかね。まあもっと切りたい場合は こっからいっちゃってもいいと思いますけどね。このここ今全然見えたからですね。この辺、この辺から ここのラインに合わせてカットしちゃっても全然ありだと思います。切り方としてはこういうことですね。ここでパツンっていっちゃっても全然ありだと思います。これなんかここでいっちゃってもありだと思いますって言ってありじゃない場合もあるんだ。あ、ちょっとこれ多分ここ行くと穴が開きますね。あの全然ダメになっちゃうってことはないですけど、多分穴開きますね。僕はあんま好きじゃないですね。このパターンはあんま好きじゃないですね。うん、僕はちょっとこれでいきますわ。この感じでこの感じでいきます。まあ、ここは落とす人はちょっと試行錯誤しながらやってみてください。じゃあこっち同じなんで飛ばしちゃいますね。動画飛ばしちゃいます。はい、じゃあこんな感じで両方切り飛ばしましたと。で、ちょっと脇道にそれちゃいましたけど、戻していきます。はい、じゃあとりあえず、今外したところもう一回つけてデッキをですね、フレームの方に戻しておきます。この状態ですね。右側取った状態。
で、こっちも、まあ、同じ作業になりますので、これもちょっと飛ばしちゃいますかね。おお、これ今、さっきちょっと間違ってた。ごめんなさい。まあ、多分大丈夫だと思いますけど。これさっき、僕、一生懸命ここに合わせて削る作業してましたよね。この位置。ここがぴったり、ここに合うみたいな。これ、こっちでしたね。あれ？そうだよな。あ、そうですね。ここの R、フレームの R、曲がりカーブがここにこうありますけど、それに対してこれ、ちょっと後ろにありましたね。これは、美しくないので、ちょっと若干むしろ危ないぐらいだし、ここ尖ってて。ちょっと、もうちょっと綺麗に削りますか。そうっすね。ルーター、せっかくあるし。でもルーターないよっていう人は、どうすんのってなるんで。ここに、あれじゃないですか、もう。ニッパーの箱を沿わせる感じで、これで切り飛ばしちゃうのがいいんじゃないですか。こんな感じで。でもこれ、結構荒っぽいやり方かもしれないですね。ちょっと、自己責任で、慎重にやってください。こんな感じで、やっちゃってますけど、こっちも飛ばしちゃいます。もうね、工作は自己責任ですからね。怪我、本当に怪我だけ心配なんで、怪我だけはしないようにやってください。はい、こんな感じでここ切り落としました。で、ヤスリとかで整えてもいいと思いますね。これ、まあ、この辺ちょっと動画内で丁寧にあれしてると長くなっちゃうんで飛ばしちゃいますけど、丁寧に加工する人は丁寧に加工してください。まあ、ルーターですね、こういう時は。本当は、あると便利です。ただ、こんな作業頻繁にしないよっていう方も多いと思うので、そのために、ね、ルーター買ってるぐらいだったらパーツ買うわっていうのはあると思うんです。こういう作業が多くて好きな人は、で、ルーターまだ持ってないよっていう方は、めちゃおすすめです。だって、これで終わりですよ、もう。めちゃくちゃ早いです。で、もちろんね、このヤスリとかで削っても全然大丈夫なんで、こんな感じで。はい、失礼しました。場所がね、間違ってたんで。ここですね。これで結構綺麗に整ったと思いますので、今回これでいきたいと思います。はい、じゃあ、この作業まだなんで、はい、ここから飛ばしますね。はい、というわけで、反対側も取り付けができまして、このまま歩きそうですけど、この状態ですね。この状態になったかと思います。で、この時点で、正直、これも、さっきちょっと、あ、やってないじゃんって、ちょっとうっかりしてたんですけど、フロント側のここ、ここも当然いらない方、フォーリンクにして、もうこのままずっとフォーリンクにのままだよっていう、戻さないよっていう方はカットしてください。まあそんなに大変じゃないと思うんで、このままいっちゃいますね。ガシッと。ニッパーで一旦ざっくり切っちゃいます。まあこの感じですね。一旦片側だけ参考に作業してみます。で、今ざっくり飛ばしただけなんで、まだ残ってますので、この辺を、ちょっと今動画も撮ってるっていうので、ザクザクいっちゃってますけど、実際ご自身で作業するときは、なんていうんですか、よく考えながら、よく考えながらやってくださいね。慎重に。これで、ざっくり。もうこれでも正直十分だとは思うんですけど、こっちは残ってます。こっち取っちゃった。こんな感じになります。
で、実際には丁寧に整えていただきたいなとは思うんですけど、この切った後のところですね。なんかこのここの部分も飛び出てるの気持ち悪いんで落としちゃいますか。はい、じゃあ今回はこのままいっちゃおうかな。じゃあ動画では飛ばしますけど、ここも切り飛ばしちゃいます。はい、 OK ですね。両方飛ばしました。で、いよいよここから動画の最初の方で準備しておいた前後のアクセルですね、これを組み付けていきます。じゃあ比較的簡単なリアからいきましょうか。この状態だとどっちが前だっけ後ろだっけってなりそうですけど、基板がついてる方が前ですね。だからこっちが後ろですね。で、このアクセルトラス、これがついてる方が上になるので、まあ、こうですよね。こうなりますので、ちょっとこうしますね。これでこの細い方というか、幅が狭い方、真ん中っていうんですかね、この真ん中の方のボールにアッパーアームを取り付けます。で、この幅が広い方、このダブル玉になってる方、玉が2つついてる方、ここにロアアームを取り付けます。じゃあちょっと順番に行きますね。一旦、はい、じゃあ、こうですよ。この向きで見て、ここバッテリー入るとこですね。真ん中に寄ってる方がアッパーアーム。で、外に開いてる方、これとこれがロアアームなので、さっきのこの真ん中、ここにアッパーアームをもうパチンと入れるだけです。こうですね。を取り付けました。で、まだこれ、こう、プランプランの状態ですよね。この状態ですよね。この状態で、プロペラシャフトを入れといてください。このように。プロペラシャフトを、これですね。入れておいて、で、ロアアーム。これですね。これを、玉が2つついてるところ。ここに1個目で2個目まで入れてください。こう入れすぎるってあるかな？なさそうですけど。ちゃんと玉にパツッとはまってる状態ですね。これ、もしかすると強くやりすぎると奥までパツン、パツパツンみたいな感じで奥までずれちゃう可能性があるので、ちゃんと玉がしっかり収まってはまってるかっていうのは、よくよく確認してください。で、反対側も一緒。一発目の玉に入れますね。パツンと。で、そこを通り過ぎるようにして、二個目の玉まで、奥まで、入れ込んでください。こうですね。大丈夫そうですか？ちょっと、慣れてる人はわかると思うんですけど、初心者の方、ちょっと、ここら辺がややこしいかもしれませんが、すいませんね。ちょっと慣れてる方にとってはしつこいようですけど、ここがアッパーアーム。上側のアッパーアーム。で、これがロアアーム。横から見るとこうなってますね。で、ゆっくりいきますね。こういって、アッパーアームが内側にはまってます。で、ロアアームが外側にはまっていて、なおかつ、この2連続でついてる玉の内側。こちら側ですね。要は、ここに、後でショックアブソーバーがつきますので、内側に収めておくということです。これで、リア OK。で、これ正直、ちょっと動き渋いんじゃないって思うかもしれないですけど、これしばらく走ってると、どうせここに砂とか塵とかが噛んで、そのうち、すぐスルスルに動くようになるので、あんまり気にしなくていいと思います。で、ここペンチで、かしめて、緩くするとかっていう方法もあるんですけど、ここちょっと材質的にあんまりそれやらない方がいいです。ちょっとパキっていっちゃうと思うんで、走らせてるうちにこなれてくると思いますので、そんなに、今ここ若干硬いなっていうのは、そんなに気にしなくていいと思います。で、
しばらく走らせてこなれてきて結構スルスルになってきたなっていう時点で、僕はここちょっと人によって考え方やり方違ったりしますけど、僕はこれ刺しちゃいます。オイル、グリスオイルをもう刺しちゃって、ただそうすると、砂、塵、逆に呼び込んで余計摩耗しちゃうよっていう方もいるんで、そこはもう人それぞれの判断でいいと思いますので、好きなようにやっていただければと思います。僕はちょっと負荷がかかった時でもニュッと動いてくれた方がいいなっていうのがあるので、あまりその摩耗とかっていうのは気にせずにグリス入れちゃうんですけど、最初からグリスアップしちゃうと、摩耗の促進ができないんで、最初は僕はどっちかというとちょっと、ある程度摩耗してもらって、こうここがスカスカ動くようになってほしいなっていう考え方なので、ちょっとそのようにしてます。まあ、この辺は人それぞれ判断していただいて、 やるなりやらないなりっていうのは、選択ですね、選択していただければと思います。はい、じゃあもうこのままショックもつけちゃいますか。これ一番最初の方で作ったこれですね。これをもう分かりますよね、ここにこう、あれこのなんかダミーのこの実写だとここにオイル入ってると思うんですけど、これダミーですね、この実写っぽくしてあるやつ、これの向きなんですけど、まあどっちでもいいです。僕は外外でいつもつけますけど、これこっち向きでも別に大丈夫なんで、まあこのように取り付けてください。あ、これあれか、ちゃんと逃げがあるのか。あ、ごめんなさい、これ逆につけるとダメかも。あんまり気持ちよくないですね。ダメってことないけど、こっちだとなんか逃げがありますね、ここに。でもこっちだと逃げがないんで、まあ素直にこっち向きでつけていただければいいと思います。うん、そうですね、これでやっとですね、リアができました。で、そうですね、ここも飛ばしてあるんで干渉の心配はない、今回の場合ですね。まあ、そんなに変わんないですけど、まあ、でもこっち最初にお見せした組み付け済みの方ですけど、確実にこうなんていうんですか、干渉するゾーンにはいるんで、あれほとんど当たってない、これ当たってないぞ。あーでも、あ、当たんない、うん、ほぼほぼ当たんないですね。これちょっと個体差もあるかもしれないですけど、組み付けた時に当たってなくて、まあ僕ちょっと正直見た目的にも邪魔くさいんで全然切り飛ばしちゃう派ですけど、実際これそこまで当たんないですねなんか今回の動画もグダグダですね、すいません。ちゃんとテキストで入れときますけど、動画の最初の方には、うん、言うほど当たんないです。だから戻すかもっていう人で、見た目的にも気にならない人はこれ残しといても良さそうですね。はい、じゃあちょっと続きいきます。気を取り直して続きいきます。まあフロントは、似たような作業にはなります。ただちょっと複雑なのが、サーボがいるっていうところになるので、ここにまずサーボ通しちゃいましょう。ここの、コネクタを引き抜いた時に通した穴覚えてますか。横長の、ちょっとこれ見づらいですけど、ここにこれ戻します。ここに戻してこのコードですね、ここに入れてあげます。そうするとこっちから出てくるじゃないですか、こんな感じで。で、これを、これ絶対間違えないでほしいんですけど、基板がこうなってたらこの向きで刺します。ここにまあピンが3つ出てるんで、でサーボのコネクタ 3つこう配線が3つ来てるんで、刺すコネクタの場所自体は問題ないと思うんですけど、向きですね、茶色がこの画面で言うと一番右に来る状態、これ
反対側にしても刺さっちゃうんで気をつけてください。茶色が一番右、オレンジが左で、赤が真ん中、この状態で刺してください。もちろんしっかり奥までザクッと刺しますね。はい。で、この状態で今度はちょっとこの今のサーボの配線、これですね、これが変に絡まったりどこかに、干渉してしまったりしていないかなっていうのはちょっと注意しながらですね。あとはリアと一緒です。アッパーアームを内側こうパツンパツンと取り付けて、でプロペラシャフトをこの時点でしっかり入れる、この状態ですね。でロアアームをこの玉が2つついてるところの1個目2個目まで入れる。で反対側も一緒ですね。ロアアームを玉が2つついてるところの1個目2個目まで入れる。こう行き過ぎてはまっちゃったみたいな状態にならないように、そこはちょっと注意してくださいね。で一旦問題ないかなってちょっと確認しながらですね、これでショックアブソーバーを取り付けていきます。フロントは本当どっち向きでもいいですね。さっきのこれの位置、まあ、僕はこっち向きでいきます。後ろ向きでもいいですよ。で反対側も同じように取り付けます。はい、これで完成ですね。いやー長かったですね。お疲れ様でした。今回もこれはあれですね、メタルアップグレードパーツセットを取り付けるほどではないですけど、それに匹敵するぐらいの、いやメタルアップグレードパーツの方が3倍ぐらい大変ですねでも結構これ大変でしたね。あ、そうそう、あとごめんなさい、またこれも忘れるところだった。ちょっと今回の動画でここまで、このダイヤル、調整ダイヤルがついてるんですけど、これですね、これについて、触れてなかったと思うんですけど、軽く取り付けただけで終わってましたけど、これが、まあ、実写で言うと車高調みたいな、車高調整みたいな感じで、ちょっとセッティングができるような感じになってますので、これもですね、まず一番おかしいのは四輪バラバラみたいなのが一番おかしいかなと思いますので、僕はですね、結構基本一番きついところ、一番締めてるところって言えばいいのかな、もうバネは一番もうゆるゆるの状態ですよね。これが結構もう最初ここから始めてます。ただ車体というか、もう主にボディの重さによってこれがどれぐらい沈むかっていうのは変わってきますので、まあ本当にいろいろ試していただければいいかなと思うんですが、ここもやっとこうかな。これもちょっとまた別の動画で一本作った方がいいぐらい、ちょっと奥の深いような話になってしまうんで、この動画ではちょっと簡単にお伝えしておくんですけど、リーフサスでは正直結構難しい調整だったんですけど、これ本当にこのダイヤル式になったことですごい簡単にできるんで、ぜひ試してほしいんですけど、自分の重さですね。自重でボディも全部くっつけて、もちろん走行バッテリーも搭載した、もうまさにこれから走るぞっていう状態の車ですね。その状態にして、置きます。で、置いた時に自分の重さ、自重で、まあ、1ミリ、2ミリぐらい沈む状態が僕は好きです。で、それ何かっていうと、リバウンドって言って、こう、置いた時に自分で少し沈んでるってことは、車体が浮いた時に、ちょっとこう、あ、こっちですね。今こっち見ていただきたいんですけど、こう、ポンと置いた時にちょっと沈んでる。で、ちょっと車体を持ち上げようとした時に、
足がちょっと伸びる、こうやって。でそれから設置してたここがタイヤ、本来タイヤがありますけど、タイヤが空中に浮くぐらいが、僕はまあ一番いいとは言えないんですね。これ好みもありますし、正解はないので一番いいとは言えませんが、僕は一番好きな状態なんで、よければ参考にしてください。ポンと置いた時に自重で1ミリ2ミリぐらい沈んでる。でこう持ち上げてあげようとした時にちょっと足が戻る、それから浮くみたいな。逆にこれ車高を上げたいっていうので結構パツンパツンにしちゃう方もいると思うんですけど、そうするとそのリバウンドですね、自重でこういたところからちょっと上がろうとした時にこうリバウンド、戻り方向のこのショックの動きがなくなっちゃうんですよね。ここパツパツに締めちゃうと。でそれはあまり良くないかなと思うので、逆に見た目の車高は上がるんですけど、アクロをこう四輪がいろんな動きをしながら進んでいくときにちょっとリバウンドがないと、路面への追従性がちょっと落ちてしまうっていうのがあるので、ちょっとあんまりパツパツは良くないと思います。なのでちょっとそこは参考にしていただいて、まあ、何を重視するかなんですけど、そんなパツンパツになってもいいから、とにかく車高を上げたいんだという方は全然これをもう締め込んでって、締め込むというかこうバネを締める方向ですね、バネをこうキューッと締め上げる方向にこれをどんどん回して下げていくって感じですよね。これをでバネをこうきつい状態で止めちゃう。そうするとパツパツでこう常に背伸びしてるみたいな状態になるので、まあ、それはそれでいいと思います。ただ走りを重視する場合はさっきのリバウンドですね、はちょっと持たせた方がいいと思います。めちゃめちゃ持たせる人もいます、リバウンドは。この辺は実際に走って試してみるとわかると思いますので、よかったらですね、その辺はせっかくこの足回りを手に入れたんで、調整がかなり自由に、しかも簡単にできますので、そこはぜひいろいろやってみてほしいなと思うんですけど、あ、この状態ですよね。こっちが今結構パツパツ状態、ここが空いてるじゃないですか、ここで、ここはもう今ゼロですよね。これを僕はまあ前後ともに一旦もう一番バネが一番緩くなる状態にしてます。で車体によって、あ、これ沈みすぎだなっていうのが前後違ったりするんで、一旦この全部ゆるゆるの状態で置いて、例えばですよ、フロントヘビーで前が重くて前ばっかりこうなんかすごい沈んじゃうみたいな場合は、あ、これやりすぎだなっていうので前だけちょっと張る、バネをキュッと締めてあげるっていうような感じで、調整してます。はい、やっぱりちょっと長くなっちゃいましたね、この話だけど。はい、ちょっとまたよかったら別でここは詳しくやれればいいかなとは思うんですけど、今回の動画はちょっとここまでにしておきます。はい、じゃあ一旦全部、バネが一番緩くなる状態にしましたと。もうこれで完成ですね。で、あとはボディを戻せばいいんですけれども、まあ、このボディを戻す作業は、最初の逆ですね。で、コネクターか。コネクターの場所だけ間違えるといけないんで説明しておきます。はい、またこのかわいそうな状態のボディが戻ってきました。これバッテリーですよね。ボディのこの後ろの方に出てるこのコネクターが、まあ、見ればわかると思いますけど、これバッテリーのコネクターで、ここに出てきてますよね。で、これを、この中央の赤、ロッドによって青の場合もあります。ここですね。位置的にはこの赤、青の場合もありますが、ここに刺してください。で、向きはよく見ればわかると思います。刺さるような形、この向きでしか刺さりませんという形になってるんで、ここに、ちょっとこれ画面で見えづらいかな。突起がある方とない方があるんで、この突起が、このソケット側を見ると突起がちゃんと入るように、なんか切り欠き裂けてる部分があるので、そこに入るように、こう刺します。で LED ライトも一緒ですね。 LED ライトもちょっとお見せしづらい、どうすればいいんだ、こうこれで見えるか、ここっすね、この今、この画面で言うと右上、ここにライトは刺します。ヘッドライトここに
プチッと刺して、一緒ですね、切り欠きがあるんで、それだけちょっと注意しながら、溝にちゃんと突起が入るように、突起が入るような向きで、戻します。これで、あとは、ボディ、戻して、6本ビス外しましたよね。それを戻して、完成と。ちょっとこの動画ではもうやらないですけど、このままちょっとこれ修理に入るんで。はい。というわけで、これ誰だ作ったの。この動画、今回これで終わりますので、実際に作業されしながら、この動画見ていただいていた方、特にですね、本当にお疲れ様でした。でも、これでジムニーなのにフォーリンク刺すっていう結構特別なマシンができたと思いますので、また楽しく遊んでいただければと思います。はい。じゃあ、ちょっと今回の動画、走りの方はやれてないんですけど、また別の動画で、このフォーリンク刺すになった、マシンのですね、走りの方も紹介できればと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。